はい、始まりました、いちいチャンネル。皆さんお元気ですか？あ、お元気ですか？皆さんお元気ですか？今ね、実はこの YouTube の撮影を実は本当にこの5分前くらいにしてたんですけど、なんとっていうか、もう自分の日頃の行いがもう本当に携帯のアラームも鳴るしさ、ちょっとオフにするね、携帯の。もうなんか今日はいろいろあるんだけど、もうそれこそね、そう、今話を戻りますけど、充電をね、このカメラの充電を全く準備をしていないまま、いやー、今収録というか、これ今5分くらいこう気持ちがこもってあげていたのが、ジャッとジャッともう閉じてしまって、今わーみたいな感じになったんですけど、今ね、今こんな感じでちょっと見える、こうやってやって、モバイルバッテリーをつけながら充電しながら、なんとかできています。いや、なのでちょっと今日テンションがね、なんかこういろいろとカーッと今上がってきている感じなんですけど、今日ね、なんでなんかこうも今小さいか、ちょっとこうテンションがファッと上がっているのか、もうその理由は実は2回目だから、ちょっと収録いい感じにできそう。チャラン、見えますか？チャラチャラン、夏先生の誕生日なんです。イエーイ。私の本当に心から尊敬をする夏真由美先生の生誕60年記念パーティーにこの後出席をしてきます。いやー、もう本当に夏先生のお誕生日なんですよ。しかも60歳ということで、還暦を迎えた今日この日、なんかね、夏先生とはそれこそ約2年前かなに、とあるというか、パチパチキャンディーっていうね、今も本当にこう活躍しています、アイドルグループをプロデュースをするという企画がありまして、でその時にぜひやっぱり振り付けをしてもらうには、夏先生に振り付けをお願いしたいなということで、手紙をね、書いてスタッフの方にお渡しをしていただいたというところから、夏先生とのね、再会が始まったんですけど、もう20何年ぶりの本当に再会で、もうそれこそ本当に長い時を経て、もう丸々なんかこう子供一人成人しましたっていうくらい長い時を経ても、こうしてまた夏先生と一緒にお仕事としてご一緒することもできて、でまたそのつながりがプライベートでも一緒にご飯をすることができるようになったりとか、なんかね、本当になんかこう人の出会い、ご縁っていうのがこうも素敵につながっていくんだなっていうのを実感できた、本当になんかこの凝縮された時間を一緒に夏先生と一緒に共にできているんですね。なのでそれも本当に一重にやっぱり夏先生、夏真由美先生っていう先生がいるから、何でしょうね、こう感慨深いものをこう感じますね。なのでなんか今回なんかこの 夏先生が誕生をした、生まれてきてくれたっていうことが嬉しすぎて、この後パーティーに出席をしてくるんですけど、やっぱりね、なんかこの嬉しさもなんかこう皆さんと一緒にこうそのハッピーを共有できたらなっていうので、今ビデオを回させていただいています。ね、なんか本当にこう振り返ってみると、それこそもう今から25年になるんですよね。そうなので私25周年になるんですよ。まあいろいろと一回こう芸能をね、ちょっとこうお休みをして、子育てをしてっていうところでまたこう戻ってきてっていうような感じで、まあ、人生本当にこういろんなこうバロメーターの中にいるなっていう、本当にこう波は押し寄せて、そしてこう返してみたいな感じの中に一井さやかはいるんですけど、でもなんかそんないろんな経験を経た中で、やっぱりもうモーニング娘。っていう存在は私の中ではやっぱりこう基礎的なところ、やっぱり原点でもありますし、やっぱり14歳の頃から本当にこうその社会というか、それこそその芸能界というところに
っぱり身を置かせていただいたっていうのもまた一つのご縁でもありますし、自分の中でのやっぱり本当にこう原点ですよね。やっぱりそこしか知らなかった部分っていうのはとても大きくて、でもそれは決してマイナスではなくって、やっぱり与えられた役割の中で、なんかこう自分自身が一生懸命切磋琢磨しながら、やっぱりあの環境の中で置かれた状況の中で学ばせていただいたことっていうのはとにかく大きくって、なんかこう、まあ、今もそこに原動力として生かされてますし、自分の中でなんか少しこう道に迷った時とか、ちょっとくじけそうになった時とかっていうのも、やっぱりこう立ち返るというか振り返ることができるんですよね。やっぱりそれって自分の魂の中に、やっぱりそこの自分自身が置かれていたあの環境というところが軸として自分の中でずっとずっと支えてもらっている中なので、今もやっぱり与えられていることだったりとか、いただいているお仕事とか、本当に声をかけていただいてできることっていうのは、私にしかきっとできない表現の仕方があるだろうなっていうふうにも実感してますし、それは別に何だろうな、こう過剰しているわけじゃないですよ。でもその中でもやっぱり、うん、なんかこう揺るぎないというか、やっぱり与えられたことがきっとあるんだと思うと思って、今もこうしてお仕事させていただける、表現できる環境があるっていうのはとっても嬉しいなっていうふうに思いますし、ありがたいなっていうふうに思います。なんかこうね、そう振り返ってみると、その25年前にその夏先生に出会えたことっていうのが、私の中では本当に大きな出来事でした。時を経てまた夏先生と一緒にお仕事をご一緒することもできたし、また本当にプライベートで私も今38歳を迎えて、で夏先生もモーニング娘。で振り付けをされていた頃、私がちょうど14歳だった時に夏先生は37歳だったそうで、なんかこれってこんなにリンクすることってないよね、1位っていう風に夏先生もね、なんかお話をしてくださったのがすごく印象に残っていて、やっぱね、なんかこう本当に目に見えないキラキラしたものをご縁っていうのって絶対あるんですよね。なので、あ、なんか私は本当に生きててよかったなっていう風に思うし、夏先生の本当に小さな小さな存在ですけど、なんかこう弟子でいられてよかったなっていう風に心から思います。なので、なんかそのハッピーなもの、なんかその表現できることっていうのを、なんかこれからもやっぱり夏先生の背中をこう学んでいきたいですし、やっぱりね、なんかね、夏先生が日頃こう行っているなんかメソッドっていうのもね、実はあるらしいんですよ。やっぱりそれって健康が第一だし、それこそ自分自身の心の中を俯瞰してみるというか、見つめてみるっていうのがとってもとっても大切なことで、あの夏先生でさえやっぱり日頃のその一日一日の行いをとても大切にされているそうです。なので私もそこはすごくなんかこう肝に銘じるというか、自分の心に触れる、自分自身にしかそれはケアできないことなので、そこをじっくりと観察してみる、そして力を貯めてみるっていうのってとっても大切なことだなっていうふうに学ばせていただいています。なので、なんかこう言葉がうまくまとまっているか、伝わっているか、この1チャンネルを見てくださっている皆さんに、なんか一人一人に届いてほしいなっていう思いでお話をしているんですけど、伝わりますかもう一人なんかこうテンションがなんかこう上がりに上がりまくってますけど、もうそれだけ本当に大切なお師匠なので、その中田の本当にね、お誕生日にお祝いできるっていうのがもうとってもとっても嬉しいなと思って、今ビデオを回しています。なので市井さやか、まあ、38歳、今年、まあ、39歳になる年ですけど、まあ、風のね、時代というふうに、もういつまで言ってるんだっていうような感じですけど、本当にこう身をね、なんかこう置かれている環境でなんか花を咲かせられるように、小さな小さなお花でいいので、お花を咲かせられるようにずっと
私自身も体調管理ももちろんそうですし、いただいたお仕事一つ一つを大切に、いろんな方との出会いを大切に、ご縁をつないでいけるように日々努力していきたいなっていうふうに思っています。というわけで、なんかこう本当に大好きなお師匠のお話をしていたら、あっという間に10分が過ぎちゃったよ。いやー、もうこの後私はね、ハヤシライスを作って、お師匠のお誕生日をお祝いしていきたいなっていう風に思っています。ということで、皆さん、皆さんの大切な存在、大切な方、思いを寄せている人、今頭に思い浮かんでみてください。そしてなんかそんな方に日々ありがとうとか、あとは自分自身も日々ありがとうっていう風に、なんかね、ちょっとこう心の中で一歩ね、深呼吸をして過ごしてくださいね。ということで、1チャンネルまたお届けしたいなっていう風に思います。夏先生、本当に本当におめでとうございます。皆さんもお祝いしてくださいね。ということで、1チャンネルでした。どうもありがとう。